はい、どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル、キラヨ仕掛け編、極上、ドア4ですね、攻略していきたいと思います。バーディーのステータスはご覧の通りです。では、アビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー。ダブルですね。何も積むことはね、完全テープをつけています。続いて、ね、拡散ヒール、シルバーフェイク。最高知能をつけてます。のみですね。命の代償、死神の世界、完全生物をつけて、続いて、テレンスですね。F メガテレンス。アイをつけてみます。ね、フレンドが上助ですね。では、入ります。まあ、ダブルに、はいらないかもしれないですね。もう死ぬことはねえわかもしれないです。うん、こっちに来たか。ショーね、火力がちょっとね足りないので、じゃあ今度は自動倒していきましょう。 CS ですね。ほぼ CS で倒していきます。さあ第3ラウンドですね。ここはもう禁止員がいるんで、すぐに CS です。はい、3ラウンドクリア。続いて第4ラウンド、最終ラウンドですね。ここもすぐに CS です。全部ね、没収されていってもらってますね。そしてね、2ゲージぐらい引っ張られるんですが、ここはもうどうしようもないですね。まあ、ここは関係なくスマッシュしていきます。キラがスマッシュを回避しておりますが、何も関係なくいきます。そしてすぐに CS ですね。ちょっとね、スマートな倒し方ではないですけど、それで一応攻略していきました。ありがとうございます。最後までねご覧になっていただき誠にありがとうございます。今度はですね、タワーバトルの究極ですね、こちらを攻略していきたいと思います。ではラーサバ対